私たち勝山織物絹織製作研究所は長野県の飯島町で桑と蚕を育てるところから糸作り、機織りまで在来の方法で行ってまして、その中で文化財の補修材料の製作も手掛けています。文化財修理のための素材製作は作品ごとに異なっています。その作品にふさわしい素材を製作するために蚕の品種の選定から行っています。例えば今回の作品では対象になる修理作品が薄いちりめん地だったっていうこともあるので、薄くて軽いけれどもサポート力のある生地が求められました。この研究所で作っている素材の一番の特徴は糸の作り方にあります。修理の対象になるような染色品の作品って近代化前の作品になってくると思うんですけれども、そういった作品の使われている糸を観察すると、近代化された後の丸い、よりのかかった丸い断面の丸い形状ではなくって、在来の装飾方法って私たちが呼んでいる平べったい、よりのない糸を使われているっていうことが分かっているんですね。そこから生まれてくる風合いっていうものが確かにあるということも実践していくと分かっているので、そういう作り方をしています。絹製作の工程は大きく3つに分けることができます。1つが春先に行う桑の剪定で、2つ目が春と秋に飼育する蚕の飼育のこと、3つ目がそれ以外のシーズンに行っている糸作りと機織りの仕事になります。桑の良さは繭の良さにつながっているし、繭の良さは今度糸の良さ、その後の織りの良さっていうところにつながっているから、それぞれが分業化されている今の近代的な流通の中のシステムの中では、質の良いもの、高いものっていうのが作りにくい。で、こういうつながりがきちんと見える形ではないと、良い絹織物っていうのができないというふうに思ってますし、そう本当になっているので、すべてを私たちで行っています。やっぱり自分の手でこれだけ美しいものが作り出せるっていうのが一番のやりがいですね。で、この方法っていうのが世界でもどこでも桑からやっている、織までやっているっていうところはないので、そういうどこにもやっていないしどこにもないものができるっていうのが面白いしやりがいだと思っています。こういったものを私が学んできて、次の世代にもぜひとも伝えたいと思っています。